セントラルパーク地下街1、A 入口セントラルパーク地下街とは、愛知県名古屋市中草会にある地下街である。管理は、名古屋テレビ放送の、関連会社株式会社セントラルパークが行っている。西木通りと、桜2の間の久屋台通の地下の名古屋テレビ塔と、その周辺のもとに南北に細長い区形状になっている。地下鉄東山線と地下鉄名城線との、 接続駅である地下鉄坂駅と森の地下街経由で接続していたが、1989年9月1日に地下鉄桜通線が開通した際に地下鉄名城線との接続駅として地下鉄久屋台通駅が開設されたため、この両駅の間をつなぐ形となっている。また、森の地下街の一部である坂北地下街とつながっているため、森の地下街経由で 栄地区南側の地下街である栄地下とも接続しており栄地区の地下街全体と一体化されているその他にも1986年に開業した専門店ビルセントラルパークアネックスが接続しており栄地区北部の南北の人の流れを生む形となっているなおこの セントラルパークアネックスと東地下街が開業するまで、堺地区の西木通りの北側には、大型商業施設がなかったため、新たな賑わいを呼び起こしたとされている。延べ床面積は、約54,838平方メートルで、このうち地下街部分だけでも、約29,779平方メートルである、地下街である。 ステンドグラスで装飾された地上からの明かり取りの天窓が随所にあったが2020年の公園工事に伴い現在は撤去されている。イベント広場や市民ギャラリー等の最受空間も設置されており華やかな雰囲気を演出する構造となっている。また地上エリアに2020年9月18日に開業したひさや踊りパークとも直結している。 名古屋市内で駐車場を併設しているのは他にユニモールとエスカのみであり、堺地区では統治下街のみが地下駐車場を併設している。中には東通り、中央通り、西通りと名付けられた南北に走る3本の通路が配置されており、開業時には119店が出店していた。そのうち40%以上が婦人服関連の店で占められていて、 新部区関連はわずか三点と、女性向けのファッション中心のテナント構成となっていた。通路などを除いた、店舗面積は、約1万250平方メートルである。元来、名古屋城の外堀の中に乗り入れて、堀の中に、駅も設置されていた名鉄瀬戸線であったが、地下鉄やバスなどへの乗り換えを容易にすることを目的に、路線を付け替え、境に乗り入れさせることになった。 その際には、建設への理解を求めて、名古屋市や栄地区の既存の地下街との調整が行われている。この名鉄瀬戸線の栄の折り入れに合わせて、周辺の再開発を行うことを目的に、1973年4月2日に、株式会社セントラルパークが設立された。そのため、名鉄瀬戸線の栄の折り入れと合わせて、 建設されただけでなく、名古屋テレビ塔周辺を含めた地上の公園とも一体的に整備が行われている。この地上部分の公園も、株式会社セントラルパークが事業費を負担して整備している。この建設工事には、重さ3000トンのテレビ塔の下とその周辺をくり抜く、形で掘削する難工事が含まれていた。このうち、地下街部分の工事は、 1976年1月30日に、起工式を行って着工し、1978年11月2日に、竣工している。当時は建設省と運輸省、消防庁と警察庁の4省庁による、地下街に関する基本方針により、地下街新設は原則として認められていなかったが、駐車場不足や歩行者通行量が多くて、 地上交通の混雑を緩和するために必要な場合に、公共地下歩道や公共地下駐車場の整備に付随する形での地下街のみが建設可能となっていた。そのため、当地下街も延べ床面積は約55,732平方メートルのうち、公共通路が約14.548平方メートルで、地下駐車場が 約25,770平方メートルとなっており、店舗部分の面積は約1万2 5 0平方メートルと20%以下に止まっている。ありがとうございます。